トーマス・マコーリー、初代マコーリー男爵、トーマス・マコーリー、トーマス・バビントン、オア・バビングトン・マコーリー、ファースト・バロン・マコーリー、1800年10月25日から1859年12月28日は、イギリスの歴史家、詩人並びに、政治家、エディンバラ選出のホイッ等会議員だった。ホイッ士官、現在の視点から過去を判断する態度を代表する、 人物であり、マコーリーチョ、イングランド氏は、今日でも、イギリスで最も有名な歴史書の一つである。イギリスの19世紀は繁栄の世紀だった。鉄道が国中に張り巡らされ、港には、世界中から、品物が届き、富を蓄えた商人たちの間では、貴族風の生活が流行した。19世紀後半のことだが、貧しい労働者でも、茶を飲めたのは当時。 イギリスだけである。ヨーロッパ中が革命の最下で流血を見る中、イギリスだけは植民地争奪戦に勝ち抜き、世界帝国を打ち立てていた。世に言うビクトリア朝時代である。しかしこのことは末端の民衆が幸せだったことを意味しない。工場では労働者が必要になり、地方から都市に多くの人々が移り住んだ。彼らが住まう安アパートは、 家族全員で一部屋であり、下水道もなく街路は、糞便、お物にまみれていた。こうした家に住みながら、売園やすすの充満する工場などで1日14から15時間、彼らは働いていた。結果彼らは早死にする傾向にあり、死亡者の平均年齢は15から19歳だった。労働者や彼らに同調した者たちは、労働者の代表議会に送り込むべきだとし、普通選挙を主張した。 いわゆるチャーティスト運動である。トーマス・マコーリーの父、ザッカリー・マコーリーは、ハイランド出身のスコットランド人で、植民地統治を仕事とする傍ら、奴隷制廃止のために、情報収集、報告書作成、議会工作などで運動を展開いていた。そのつてで、トーリー党の政治家と婚姻であり、家には、しばしば彼らが訪れていた。 トーマスはザッカリーの第一子として、レスターシャーで生まれた。私立学校を経て18歳で、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに進んだ。大学で履修させられた数学は、マコーリーの肌に合わなかったが、文学方面では卓越した才能を見せた。大学在学中に、多くの詩を書き、賞やメダルを、幾度も取った。大学ではまた、同世代の貴族の子弟たちとも、信仰を深めた。 文筆家としてのデビューは1825年1月、西インド諸島の奴隷制についての記事をエディンバラ評論に投稿したのが最初である。そして同年8月に発表した2作目のミルトン論は、マコーリーを一躍有名人にのし上げた。花々しく、なおなした、マコーリーであったが、個人的には、災難が続いた。父ザッカリーの活動は、奴隷制廃止協会に加え、 ロンドン大学設立その他の組織にも活動の輪を広げており、仕事をする余裕がなくなっていた。そこで自分で貿易会社を設立し、演者にこの仕事を任せた。ところがこの演者に経営能力がなく、3年後の1826年には破産を避けられない状態に陥る。マコーリー家は施しを受けて生活するほどに転落し、両親と8人の弟、妹たちの生活は、 長男、トーマスの両肩にのしかかった。マコーリーの奨学金などで何とか食いつないできたが、1830年に妹ジェーン、続いて1831年には母、セリナを相次いで失うという不幸が続いた。このような状況でマコーリーは生活してゆくために、弁護士の道を選んだ。マコーリーの法律への興味は数学へのそれと大差ない、もので、 むしろ文学の方を向いていた。そんな時に、マコーリーに声をかけたのが、第三代ランズダウン公爵である、ヘンリー・ペティ・コール、フィッツ・モーリスであった。当時著名な政治家だった、ランズダウン公は1830年、ミルトン論や公立主義者との論争で有名人となった、青年マコーリーに目をつけ、自分の意のままになる、選挙区ウィルトシャーのショートシカルネカ会員に当選させた。 マコーリーは、詩や、三文だけでなく、演説家としても優れていることを早速証明した。ユダヤ人が選挙から排除されていることを批判し、選挙法改正に熱弁を振るった演説で、一躍有名になったのである。1832年の選挙法改正後、リーズ選出の会議員となった。当選後インド植民地経営に関する委員会に参加したのは、そこから得られる。 巨額の給与がマコーリーには生活上必要だったからである。1834年には自らインドに赴任した。インド警報典の編纂、及び英語教育の普及に関して長大な覚書を残した。刑法典は改正されつつ今もマコーリーの編纂した形を残し、一方でシンガポールナイジェリアなど他の植民地の刑法典もマコーリーのものが基礎になっている。 英語教育では、英語話者をインドに多数排出して、インド人をイギリス人に作り変えようと説た。英語は後に、インドの公用語の一つになっている。帰国した後、陸軍大臣、陸軍主計長官と閣僚を歴任した、著作権法案の作成、審議でも、マコーリーの知跡が見られる。1847年、現役閣僚でありながらマコーリーは、選挙に敗れる。 本人が分析した敗因はアイルランドにあるカトリック聖職者養成機関への補助金増額に賛成したことで選挙区のプロテスタント住民の怒りを買ったことである。イングランド国教会とカトリックが同等の価値を持つべきという彼の主張は当時まだ受け入れられなかった。その後政界に復帰したこともあったが体調が優れず、1856年に会員議員を辞した。 後初代、マコーリー男爵に助せられ貴族院議員に列したが、病のため貴族院に出席することは、あまりなくなった。マコーリーの著作、演説は、時折独断的ではあるが力強く明確で、文学的に優れ、自信に満ちた論調で有名である。代表作、イングランド史、直訳すれば、ジェームズ二世即位からのイングランド歴史は、死の直前に出版されたもので、 以来150年以上にわたり、絶版されることなく、売れ続けている。エディンバラ大学の機関誌、エディンバラ評論に寄稿した、ミルトン論以降も同志にはたびたび投稿し、マコーリーの名会で断定的筆致の論文は、時には像を買ったりもした。市場で打ちのめした相手と見悪になり、決闘になりかけたこともある。議会での演説もマコーリーにとっては、 同じことで、名演説をいくつも残し、エドマンドバークと同格との声もあった。選挙に敗れた翌年にあたる1842年、古代ローマシカ州を発表した。マコーリーの流れるような筆致はさらに完成度を増し、発売と同時にベストセラーになっただけでなく、その後30年以上にわたり、売れ続けた。後に、彼の名を歴史に残す。 イングランド史執筆はすでに始まっていた。ケンブリッジ大学の近代史近帝講座教授というポストを女王の夫アルバートから勧められたが自由な時間を優先したかったためか去辞した。イングランド史は1848年に第1巻、第2巻を出版、続く第3、第4巻は1855年の発表である。しかしこの頃すでに体調を崩しており、 当初予定のジョージ三世の統治まで1738年続けるのはとても無理に思われた。1848年時点ではアンジョ王の死1714年で結ぼうと考えていた。しかしその目的も達せられないまま1859年第五巻未完のままマコーリーは没する。59歳だった。出身のケンブリッジ大学トリニティカレッジに鎮座する。 マコーリーの彫像は彼の死から7年後に建てられたものである。マコーリーの主張の基本には宗教の寛容と自由への賛美があり、そこに個人的な倫理意識が絡み合っている。抑圧され自由を持たない人々に自由を与える穏健な改革を進めなければならない。でなければ流血の革命という最悪の事態を招くだろう。こうした主張が軸となっている。 抑圧された人々とは奴隷であり、アイルランド人そしてユダヤ人などである。その中で政府は人々の自由と財産を保全する役割を持つという信念のもと行動した。父ザッカリーはトーリー派、土地所有者の意が強く、当時の保守勢力、カトリック解放、選挙法改正に反対、国王への忠誠を重視者であり、多くのトーリー系の知人がおり、 また家に来る客も通り位系だった。息子、トーマス・マコーリーは自然と通り位的考え方に染まっていたが、徐々にホイグ派、商業従事者の支持、当時の革新勢力、全二つの問題に賛成、より資本主義思考、自由を重視に傾いていた。大学には、氷主義者を含めて、両家の子女が集い、彼らと信仰を持つ間に、 自分の考えを形成していく。マコーリーは、保育的な考え方により共感する性質を持っていた。リシもその時、ピーター・ルーの虐殺事件が起きた。選挙権を求める演説集会に警官が乗り込み、もみ合いの末長州11人が死亡した事件である。トーリーたちは警官を指示したが、マコーリーは、思想からではなく、道徳的に、関係の弾圧は許されないとした。 この時点でトーリーからは大きく離れていた。大学を出る頃には、一発のホイッとなっていた。マコーリーが政治家となった1830年代は、チャーティズムと呼ばれる、議会改革、普通選挙などを求める運動が盛んだった。労働者とそれに同調する、中産階級が主な構成要因で、彼らはごく一部にしか認められていない、投票権を、 全ての青年男子に与えることなどを要求した。こうした要求は当時十分に求進的であり、恩恵保育を辞任するマコーリーはチャーテストを嫌をしていた。公理主義者との論争の中でも、私有財産の制度と普通選挙は共存できないだろうと主張していた。その他には以下のような発言を演説やエッセイで行っている。マコーリーはアイルランド人、ユダヤ人といった、 異民族には、寛容な姿勢を示した。両者は、カトリックユダヤ教を信仰していたが、イングランドは、国教会によって立つ国である。自然と、国教会体制維持を目指すトーリーとは一線を画す、ことになった。アイルランドでは、カトリック聖職者養成機関となっていた、メヌースカレッジへの助成金を増額するよう求めている。 宗教改革以降カトリックは殺し合うほどの敵であり、その日は未だにくすぶり続けていた。カトリックへの反感から女性金像学にも反対する声は大きかった。その空気の中マコーリーは賛成の演説をしたが、前説の通り、かえってエディンバラのプロテスタントを刺激する結果に終わった。一方ユダヤ教徒はカトリック以上に忌み嫌われた存在であり、イギリスを含め、 ヨーロッパ各国で迫害を受けてきた。ユダヤ教徒が議員になる資格を求めて請願を出したのに対し、イギリスでは反対論が根強かった。その理由は国教会が国の信仰であること、聖書でユダヤ人は漂白の民となり抑圧されることが予言されていること、及びヨーロッパ各地に点在するユダヤ人に同胞意識を持っており、イギリスに 愛国心を持つはずがないだろうことなどである。これにマッコーリーは逐一反論する。一つ、国がキリスト教徒とユダヤ教徒からなっているのだから、キリスト教徒とユダヤ教徒で構成される、立法府であるべきである。一つ、自分の言動を正当化するために、聖書に曖昧に書かれている予言を用いるべきではない。一つ、抑圧されることで、愛国心を抱く者などいるはずもなく、 統治者には彼らを愛国的にする責任がある。実際ユグノーがそうだったではないか。こうした主張を演説や論文で展開して、それはむね公表であった。ユダヤ人の公民権を認める法案は、下院では可決されたが、上院で反対多数となった。以後1858年に至るまで、下院可決、上院否決を繰り返すことになる。若き日のマコーリーは、 功理主義者ベンサムらと論争したが、この論争の結果マコーリーには出生の足がかりを、功理主義には理論の充実をもたらした。最大多数の最大幸福を旗印とする、功理主義は、より多くの人が幸福になるための社会を作るべきと、提言していた。その中で政府に関しては、普通選挙による大犠牲が好ましいとしていた。当時議会で問題となっていた選挙法改正は、 新興都市など人口が増えた地域に議席数を再配分する改革であり、改正に賛成する保育派も普通選挙は過激な思想と考えていた。公理主義者の方でも保育は日和未主義者とみなしていた。1829年未だ29歳のマコーリーは、エディンバラ評論で、公理主義の論客として名高いジェームズ・ミル、ジョン・スチュアート・ミルの父で、 当時五十六歳を攻撃すべく一の矢を放った。それはあたかも、ホイックのダビデが、功利主義者のゴリアテに立ち向かう和ごとしであった。この論争は交互に論文を発表する形で進み、マコーリーが、功利主義者の論理の弱点をついて終わる。マコーリーの文章は、攻撃的、挑発的で、後に、それを自分でも認めている。また彼の諸論文は、公正。 軽率なところばかりか、かなり悲壮的とも言われた。この論争を見た政治家、ランズダウン公爵は大いに感動し、自分の選挙区を提供して正解に出させようと働きかけた。論争はマコーリーが出世を果たすきっかけになったのである。一方、コーリ主義の側では、露呈された弱点を埋める著作が後年発表されることになる。論争当時は十三歳の若者だった。 ジョン・スチュアート・ミルが後に発表した論理学体系がそれである。結果的にマッコーリーは、公理主義の完成度を高める手助けをしたことになる。この論争の後、両者は和解した。ジェームズ・ミルは、インドに設置することになった最高評議員の一人に反対を押し切って、マッコーリーを推薦した。当時これは、莫大な給金があるポストだった。 後年マコーリーは自身の著作集が出るにつき、功利主義批判の論文を載せないことを決めた。不穏度な辛辣さを許してくださったばかりか、忘れてくださったミルに侮辱的な言葉を用いることを差し控えるべきであったと断っている。良くも悪くも保育士官の代表的人物がマコーリーである。歴史家は物語を書かねばならぬという伝統のあるイギリスにおいて、 マコーリーは普及の名声を持っている。古代ローマ史歌集の有名な下りを知っているイギリス人は今でも多いし、彼の文章表現を称える声も少なくない。マコーリーは歴史研究の方法を誰かから学んだという形跡も見当たらず、彼は真実をこのようにフィクションによって書いた。はるかに楽しく読まれるために、都県ブリッジ大学の記念碑にあるような姿勢で、 執筆を行っていた。マコーリーの精髄は、正確さよりも読ませる技術、文章の鮮やかさにあった。文筆家としてのマコーリーの評判は、今でも健在であるが、歴史家としては、見事な表現力を称賛されつつも、手厳しい批判にさらされた。しかし、それでも打ち消せないほどに、マコーリーの影響力は絶大であり、以降100年近くにわたって、ホイック士官は、 イギリス史の中で、政党の地位を維持した。資料を集めてその中から物語を構成する、というランケの手法が、徐々に広まりつつあった当時、マコーリーは物語をあらかじめ組み上げておき、それにかなう資料を使って肉付けするという前、正規方法をとっていた。このようであるから、歴史家の間で、マコーリーの評判が良かったとは決して言えない。ランケはマコーリーを称賛する一方で、 マコーリーのイングランド詩を書き直す作を進めていた。魅力を十分認めつつも、絶えず裁きを下すのはもう少し慎んでほしいとか、コイックと他のすべての党派との真実の対立点を全く掴んでいないと評したのはアクトン教デル。ともあれ批判には二つの流れがあった。一つは無教養な成り上がりの受けを狙ったそこの浅い。 俗物だという批判であり、今一つは進行しつつある。社会不安はどこ吹く風で、ビクトリアキイリスの繁栄を無邪気に喜んでいるというものである。それでも保育士官はイギリス史の正党の地位を得た。そこには保育派の支持も去ることながらようやく読書するようになったイギリス庶民からの圧倒的な人気があった。印税収入はうなぎのぼりで、 文筆による収入だけで優雅な暮らしができたのは、マコーリーがイギリス史上初である。ホイック士官は主流となったが、誰もそれに意義を挟まなかったわけではない。効果を作り出すこと、すなわち読者を面白がらせ興奮させることに心を向けている歴史の性格について、他に類を見ないほど間違った考え方をしているものとして、 いつの日か思い起こされてもよかろうと悪意を込めて批判したのはシーリーであり、マコーリーの悪口は言わない方がよい、書物からの知識を目に訴える者に変える、類いまれな才能を彼ほど持っていた人は他にいないのだからという評価の声もあった。そして20世紀初め、後継者ととどめを刺す人物を同時に得た。ジョージ・マコーリーとレベリアンとハーバート・バターフィールドが、それである。 トレベリアンは、マコーリーの妹を祖母に持ち、歴史の書き方も大応じ、マコーリーの路線を概ね継承するものであった。さらに十分な文才も備え、いささか時代遅れ感のある歴史序実まで受け継いでいた。第二次世界大戦も終わりに差し掛かる頃に、出版されたイギリス社会史は、実際にはオダクと疾病と堕落の時代であった過去を、利かすところ過剰であったという。一方で、 トレベリアンが書いたマコーリーの伝記はマコーリーの理解の深さで他の追随を長い間許さなかった。彼が王子マコーリーと異なったのは弁舌の才覚を有していなかったこととバターフィールドが同時代にいたことである。1931年にウィック主観批判を発表したバターフィールドは慎重で歴史家の実名をほとんど挙げていないが槍玉に挙げたのは マコーリーの歴史解釈そのものである。マコーリーの保育士官は今や乗り越えるべき過去のものとなった。その後ネーミアやアナール学派などの登場で歴史はより専門家、進化を遂げた。現代に入ってのマコーリーに対する言及は植民地を含むイギリス帝国全体から切り離し、本国と海外は無関係としてしまったという指摘などがある。かくして、 マコーリーも保育士官も過去のものとなった。ところが1980から90年代以降、かすかに入りイをうがつ研究をいくら積み上げても全体の歴史にならないことが明らかになってきた。歴史を包括的に眺めることが必要とされ、またストーリーを語るという側面が再び注目される時代、すなわち、序述の復活と言われる現象が起こった。 マコーリーやトレベリアンそのままではないにしても、いかに全体を語るかが意識され始めた。ネオイコールホイックと呼ばれる歴史家が登場し、語ることへの意識は再び高まってきている。マコーリーのわかりやすく、生き生きとした描写が今なお敬意を払われるゆえんである。日本語圏へのマコーリーそれ自体の影響は極めて限定的である。 明治時代の日本は改革すべき問題が山積していたが何をどのように変革するかを考える必要があった。同じ島国でありながら植民地帝国を築いたイギリスはあらゆる改革を達成した国とされ最もふさわしい事例と思われた。科学技術ではなく政治や歴史を学ぶべきとしたのは福沢諭吉らであり、イギリス史への関心は知識層の間で高まっていた。 当時イギリス史の日本語訳は毎年のように出版されたものの、マコーリー、イングランド史の訳は出なかった。当時出版された歴史書は玉石混交で、今では大方忘れ去られたような歴史書が翻訳されていたり、本国イギリスで反響の大きかったものや後に名を残す歴史書が見過ごされていたりしている。マコーリーの影響は竹越与三郎の登場を待たねばならない。 竹子氏が1893年に発表した魔法霊この電気は当時出版されて日の浅いトレベリアンの電気を参照しているとされる。竹子氏は十分の同情はその美を知るに足り、十分の霊性はその欠点を知るに足ると信ずるが、ゆえなりと冷静な判断をすると断りつつも、英人中の英人なり、新種中の新種なりなど各所で筆を尽くして評価する。一方、 短所は一箇所、マコーリーとバークを比べると、マコーリーは哲学的な信号を書くとあるのみである。竹越のマコーリー表は一定の読者を得、竹越も日本のマコーリーと言われるようになったが、後に続くものが出なかった。第二次世界大戦後の復興期の日本において影響が見られるとすれば、それはマコーリーという人ではなく、ホイック士官である。 大戦で焦土となった日本に比べ、イギリスは成功した近代化の典型とされた。世界で最初に市民革命を経験した最先端の存在であり、大いに参照されたのである。同時代のイギリスを称賛するホイッ士官は、日本人のイギリスのイメージにかない、また、それを補強するものであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。